というか、意外と来れますんで、あ、そうなんですか、申し込んでくださいね。なるほど、はい、皆さんもぜひ、そう、まあ、ちょっとね、まあ、個人的に行こうかなと思いますけどね。中もですね、少し変えたりとかしてますんでね、はい、はい、まあ、いろんなあの企画なんかもやり始めてますんでね。なんか結構しらせパッと見外からいつもお天気カメラでずっと見てたんですけど、はい、大きいですよね。全部見れるんですか？全部、まあ、一部ですね、公開しているのは、まあ、全部見ようと思ったらすごい時間かかりますけどね、丸一日かかりますね。丸一日かかる、はい、もう大きな建物っていうことなん、建物みたいなもんですよね、あれぐらいまで大きかったら。でかい建物で9階建てぐらいありますからね。9階、はい、下から上までね、9階建てなんですか、はい、じゃあ結構何メートルもあるんですね。ありますよ、高さが50メーターぐらいあるんじゃないですか、高さで下から上まで。そうなんですね。じゃあちょっと一番上まで行ったら気持ちよさそうですね。そうですよね、うん、結構皆さん行かれてるんですね。2回来ましたとか、2回乗ってた人もいますね、この中にね、現役でね、あ、はい、へえ、ということで、うん、いろいろ毎日じゃ結構サポーターさんの方とコミュニケーションすることも多いですね、はい、ですよ、あのもうしょっちゅうですね、うん、はい、だからうちの会社の人間もあの結構当番で、はい、あそこに行くんですよね。ですから日頃彼らはあの、はい、予報を出している人間とかはですね、うん、あまりこう直接こう知らない人と会話するってことはないんですけれども、はい、まあそこがですね、またとないチャンスの場なんですよね、はい、だからあそこに来てもらってですね、皆さん一緒にこう楽しんでいただくとかですね、その喋り方っていうのをですね、楽しむ喋り方っていうんですかね、そういうのをこう学んで行って帰ってもらってるって方が結構多いですね、うちの会社社員で、はい、確かに意外とあの1対1で話すっていう機会が、はい、あ、ないですからね、サポーターの皆さんとは、ね、はい、まあ、こうやってねチャットとかリポートとかで、まあ、あのやり取りはできるんですけど、まあ、実際会うとまたちょっと違うかもしれませんよ ね、 そうですね、なるほど。でね、はい、あの今日っていうか、はい、正確には昨日ですけれども、今日何の日だと思います？昨日、あ、そっか、昨日っていうと2月10日ですよね。そう、2月10日、はい、しらせにとっての、しらせに関連のある日なんですか、はいはい、何でしょう、はい、ニットの日、ニットの日2月10日だから、何でしょうか、皆さん分かりますか、うん、何だろう、2月、去年ですか、建国記念日、うん、建国記念イブ、布団の日、面白いですね、あ、布団の日、確かに2月10日で布団、しらせにとって記念の日なんですね、うん、記念の日、1年前というと、はい、まだあの一般公開とかはされてない頃ですよね、うん、ですね、はい、意外とあのニュースなんかでもこう、うん、あの出たんですけどね、その日はニュース、はい、そうですね、何か、そう、引き渡しの日だっけ、うん、そう、引き渡しの日、引き渡しの日だったんですよね、しらせの引き渡しの日だったんですか、はい、そうなんですよ、お、記念すべき日なんですけど、その時の、なるほど、ね、去年そういえばニュースすごいなりましたね、そうですよね、セレモニーとかやりましたよね、うん、そうですよね、はい、ちょっとその時のですね、うん、様子をこう振り返ってみたいなと思うんですけれども、はい、あ、じゃあ VTR があるんですね、はい、そうですね、うん、じゃあ見てみましょう、お、これは、これはですね、うちの社員があの飛行機の上から撮られてる様子ですよね、飛行機から撮ってるんですね、横須賀からあの、まあ、本木のドックまでエコされる時の様子ですよね、へえ、あ、初め横須賀にあったんですね、しらせ自体が、はい、横須賀 の、 あの海上自衛隊の方にありまして、はい、でそこでセレモニーを受けて、はい、でその後このタグボート3隻で引っ張ってきました。で、この後ろのヘリコプターの甲板あるじゃないですか。はい。で、そこにポツンとなんか何人かいますよね。あそこにですね、多分私とかですね、バシさんとかですね。あ、乗ってたんですね、はい。あそこで立ってるんですよね、実はね。これ休憩やったり、横須賀からどこまで行ったんですか？これは本木ですね。はい、本木。本木というと横浜市。横須賀から横浜ですね。はい。
じゃあ結構時間かかったんですかね。そうですね、うん、はい、2時間ぐらいいったかな、引っ張っていけるもんですね、はい、でも酸素が引っ張らないと、うん、そうなんですよ、動かない、でもあったかも自分で動いてきているよ、いるかのような様子ですよね。本当ですね、やっぱ存在感が、まあ、大きさから言うとありますからね、うん、ちょっと懐かしいですね。これが1年前だったんですね、うん、1年前、はい、あ、これじゃないですか、あそこにですね、確かにあのうちの森田さんと馬橋さんと私ですかね、森田さんがいらっしゃったんですね、はい、あの立ってて後ろの方でですね、はい、撮影しているのが2人ぐらい、はい、はい、います、はい、まあ、その時の様子をですねちょっと懐かしんでということで、またなんかできればこういう風にして動かしていくっていうこともですね、これ自体、しらせ自体はもう、ね、自力で動くっていうことはないんですかね。今はそうですね、自力で動くようなことはないですけど、こう引っ張って動くってことは可能ですんで、ちょっと引っ張りながらどっかで観測なんてことは考えられるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとそれに向けてやっていきたいなと思いますけどね、はい、なるほど、今そこからまたお色直しをして、そうですね、で船橋に、で3月31日に来たんです。でその後5月2日にグランドオープンということで、一般の方をもうずっと乗せてますからね、はい、なるほど、結構いろいろそう考えたら移動はしてるんですね、はい、そうですね、またこれからも少し移動なんてこともありえますんでね、はい、そうなんですね、はい、もうちょっと1年、なんかもっと経ってるような気がしますけど、あ、皆さんちょっと感動されてますけど、そうですね、うん、結構ね見学されてる方たくさんいらっしゃると思いますから、思い入れも深いかもしれませんよね、ということで、はい、1年経ちました。で、はい、でちょっとここからまたあの思考変えるんですけれども、はい、まあ、しらせの周りにですね、まあ、もちろんあのもう本当に現役バリバリ動いてるような船ってたくさんいるんですよね、しらせの周り、はい、でその船も、はい、まあ、見たりとか、その船がエールを送ってくれたりとかっていうこともこうあったりするんですけども、はい、まあ、写真をですね毎回毎回こう来るたんびにですね気づいたペースで写真撮ってたんですよ。撮ってるんですね。でだいぶ溜まってきたんでちょっといくつか紹介したいと思うんですけれども、はい、なるほど、何枚かあります。しらせが泊まってる漁港って、あ、船橋港ですね。船橋港、そこに入港してくる船、はい、そうですね、ね、ちょっとじゃあここで、はい、1枚目、お、じゃあちょっとご覧いただきましょう、はい、はい、これはあの船ですけれども結構長い船ですよ。赤ですね、はい、赤ですよね、赤い船ですね、これ何の船なんですか。これはですね、あのバラ積み運搬船、バラ積み運搬船、これ真ん中にあのちょっとアイボリーの色がかかった4つ柱みたいに立ってるじゃないですか、うん、立ってますね。そう、あれはですね、はい、あのクレーンですよね。クレーン、はい、4機クレーンついてますけれども、あの中にですね、はい、倉庫みたいなのがたくさんこう区切った形で入っていて、はい、でその中にいろんなものをこうクレーンで積み込むことができます、まあ、コンテナじゃなくてちょっとこうバラで分かれたような、まあ、資材だとか、あとはまあ場所によってはあの砂だとか、ちょっとこう粉状のやつを積んでみたいなとかっていうのができる船ですよね。これも規模的には大きい船。これもね100メーターちょっとなありますよね。100メーター以上ありますよね。こんな船がやってきますね。船もいろいろありますね、かっこいいですね。いろんな船、船マニアになるぐらいですよ。あ、船はもともとお好きなんですか。もともと、いや、もともとそんなにあの興味を持ってるもんじゃなかったんですけど、はい、まあ、船橋にやってどんな船来るのかなっていろいろ調べてたと。そしたらここに来る船だけじゃあちょっとあの時間あったら撮ってみようと思って撮りためてきたら、こんだけいろいろ集まったんですけど、じゃあ次ちょっと、はい、はい、次は、はい、これね、これ何だと思います。これは何ですかね、これもなんか深いから何か荷物を、ね、はい、運搬する船なのかなとも思いますけど、うん、結構大きいものを運ぶ、これ、ね、自動車運搬船ですね。やっぱ車を運ぶんですか、はい、で、はい、この会社ホーグっていうんですけれども、あの、はい、ノルウェーの会社なんですよね。ノルウェー、ノルウェー、ね、ノルウェーから来てるんですか。ここの会社、そう、オスローの船籍なんですよ、うん、で、今この船どこを走ってると思いますか、うん、京時点、京時点で、これはいつ撮ったんですか。
ですね、これは夏ですね。夏から出発してってことですか。はい、そうですね。もうついてるんじゃないんですか。いろんなとこ行ってますから。今これいるのはカリブ海にいます。これか、この船が。そう、へえ、はい、大西洋。そうそうそう、あっちの方にいます。そんなに旅するもんなんですね、うん、船。他にもいろんな船ありますけれども、はい、まあ、これ、うん、私どものこうお客さんだったりするんですよね、こういう船がね。お客さん、あ、なるほどね。この船の情報、この船にルーティングのサービスだったりしますね。なるほど、はい、お天気の、はい、なるほど、いろいろな船が来るということ で、ね、まだまだたくさんあるんだとは思いますけれども、ね、そうなんです。まだ少しずつ紹介していただきたいと思います。まあ、結構船、っていうか、まあ、遠くの海までねこう出かけるんですけれども、じゃあちょっとここからまた強引に話を変えるんですけれども、はい、まあ、海がですねだいぶつながってますけど、まあ、どこにつながってるかというと、お知らせのが行ってた海って言ったらやっぱ南極からですね。南極、ね、はい、ここで、まあ、南極の様子ということで、まあ、南極クイズと、うん、南極クイズ、はい、ちょっと先週のクイズ見ましたけど、はい、かなり難しい質問をされますね。もう勝負してますからね結構ひねったクイズをですね、はい、考えてるんですけど、じゃあ今日のクイズはですね、今日はちょっとお手柔らかにしていただきたいんですが、はい、どんなクイズでしょう。はい、南極大陸の平均氷高って言うんですか。そう、氷圧って言ったんですかね。氷圧って言ったんですね。氷の厚さ。氷圧は、はい、青が1000メートル、赤が2000メートル、そして緑が3000メートル、黄色が4000メートル、全部、もう1キロ、2キロ、3キロ、4キロということで、ものすごい分厚さですね。変わりないっていうことですけどね。もうこれ、はい、海底までくっついてんじゃないですか。下はですね、海底じゃなくて岩盤なんですよ。岩盤の上にこうくっついてますね。北極は海の上に浮かんだ氷ですけれども、はい、南極は岩盤の上に乗った氷ですね。だから氷の大陸なんですね。氷の大陸、またちょっと北極と南極が違うっていうのも面白いものですね。そうですね、なぜ違うかって言われたらちょっとそこはあんまりなんとも、難しいですけど、ね、ちょっといろんな問題で薄くなったりもしてるんですかね、でも 4000m って富士山より高くなるってことになっちゃうんですか、どうなんですか、はい、でも海底自体がそんなに深いもんでしたっけ。ねえ、2000、この辺がいいとこな気が、私も3、なんか一番短いっていうのはないような気がするんですよね。もう これでもすごいことですけど、どうだろう、3000、あ、締め切りが近づいてきました。結構ね、この辺押す方が多いんじゃないかなと、赤、緑が多いんじゃないかと思うんですけど、3000でも相当ですよね。まあ、でも3000にしようかな、私も。どうだろう、4000って、4キロって本当ですよね。空にしたら4キロ先って結構宇宙に近いですよ ね。近いですね。4キロすったら大体ここからですね、知らせがあるとこぐらい、まあ、もうちょっと遠いか、それぐらい。そうですよね、横にすると、私の服の色、黄色、そういう理由なんです。あ、そういうのもありますよね、黄色、4キロもありますかね、どうなんでしょう。さあ、締め切りになりました。じゃあまず私のファイナルアンサーとしてはどうですかね、緑でいきたいと思います。ではちょっと皆さん押していただけましたでしょうか。見ていきたいと思います。さあ、おー、それぞれ一応押してくださった。あ、やっぱ3000が、3000多いですね。多いですね、やっぱこの辺がいいとこだと思ってらっしゃる方多いですが、やっぱそれぞれ押すもんですね、どうなんでしょう。では、はい、ちょっと答えは、答えは、あ、
ここですかね。あ、ここなんですか。ええ、あ、2200ちょいぐらいですね。2200メートル、それが最大で、最大はね5000メートルぐらいあるらしいです。あ、そっか、平均ですもんね。平均ですから、はい。あれ、私もでも今正確に理解したような気がします。理解した。あ、最大だと思ってた。最大だと思ってました、はい、平均ですか。そう、ちょっと、あ、引っかき。あ、そうですか。あそこに引っかかりました。平均標高はって、うん、そう、自分で読んどいて、はい、ちょっと平均を。そんなにみんな引っかけ問題なのかな。なんかあんまり最近ひねりすぎてるから。まあ、あの最近あのこれね、温暖化の影響に減ってるだとかいろんな声ありますけど、まだ正確にはちょっとその辺の動きっていうのは南極あんまり見えてないとこもあるらしいんですけど、 まだ真意はつかめてないですね。真意はつかめてない。北極の方はね、目まぐるしい変化してるんですけど、南極はあのね、昭和基地があるあたりとかあんまり変化がないんじゃないかと考えてますね。でそこまで気温が下がってないみたいな。そうなんですね。はい、まあ、ということで、まあ、もう想像を上回る、ね、深さってことなんですね、はい、南極の氷は。そうですね、ということで、まあ、知らせが元いたところからのクイズでした、はい、はい、ということで、また来週ちょっと、私、時間があれば、私、はい、知らせに見学に来たいと思いますね、はい、写真撮って、じゃあ、 あの来た時の様子をここで紹介とかですね、ね、いいですね。いいかもしれません、ね、またその時はよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、今日は三枝さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、では、ここで予報センターからまた最新のお天気伝えていただきましょう。よろしくお願いします。はい、では予報センターから最新情報をお伝えします。この時間、関東では房総半島など雨の報告が多くなっています。ただ関東でもこの後雪に変わるといったところがありそうです。では現在の10分天気マップから確認していきたいと思います。このように関東地方、報告を見てみますと、房総半島、特に外房でこのように雨、パラパラさーっといった報告が目立ちます。そしてところどころ中には白い雪の報告も混じっているといったような状況です。リポートを見てみますと、千葉県いすみ市海沿いのタントママさん、1時間ほど前から降っています、雨で今のところ雪に変わる様子はありません、寒いので朝までに変わるかもしれませんということです。千葉市稲毛区の、かくちゃん、でしょうか、先ほどから雨が降り始めました、雪に変わるほどの気温ではないようですということですね。そして、千葉市の東さんも雨ですということですね。今のところですね、雪といった報告はなく、まだあまり変わりそうもないといった報告が多くなっています。この時間の気温を見てみますと、例えば成田市付近、成田市で気温を見てみますと、6度から0時には4度ぐらいまで、2度ぐらい下がってきているといったような状況です。そしてその他の現在の気温を見ますと、千葉の房総内陸で4度、3度といった、そして成田では今のところ 2.6 度まで下がっているといったような具合です。この後もう少し気温が下がって1度、2度、そのぐらいまで下がってくると雪に変わるといったところが多くなってきそうです。この後ですね、明け方までにですね、気温が下がって雪に変わってくるというふうに見ています。この後こうした雨のところも雪に注意ということになります。今のところですね、関東の積雪、朝までにうっすら以上積もるだろうというところは、この房総の内陸と房総の内陸方面、この辺りが中心ということになりそうです。それから
山梨県内ではこのように雪の報告が多くなっています。こちら関東西部から山梨方面、この辺りでも朝までに積雪の可能性があるというふうに考えられます。その他関東の広い範囲、雪が今夜はだんだんと雪が降り出すということになりそうなんですが、降る時間は短くて特にしっかりと降るということもなくて、ひとまず朝までにかけては積雪はないだろうというふうに見ています。では西日本方面見てみたいと思いますが、こちらはしっかりとした雪の報告、四国の瀬戸内方面、それから岡山県、そして近畿方面にもだいぶ広がっているといったような状況です。積雪の状況を見てみますと、引き続き岡山県、香川県でしっかりと積もってきているところがあります。目立ちます。また兵庫県やその他京都、奈良といったところからもうっすら、また一部サクッといった報告も届いています。最新のリポート、こちら見てみますと、中国エリア、こちら愛媛県西条市目視的探知機さん3センチ積もりましたということです。しんしんと降り続いています。アスファルトも3センチ積もり、辺りは真っ白になりましたということです。まだまだ降り積もりそうですということですね。高速道通行止めのニュースも入ってますということです。それから四国、こちら高松市、飲み会が終わったら雪でした。結構降っています。車の運転要注意ですということで、このようにですね、路面にもうっすらと積もってきているのがわかります。それから愛媛県、愛媛県の新居浜市、こちらラピさんからも、車や屋根は真っ白、5ミリは積もっているかなといった、雪が積もり始めているといった、そういった報告が届いています。このあと、今雨のところも、四国方面ですね、雪に変わるというところが多くなりそうです。そして朝までに積雪の可能性があります。四国の広い範囲、そして今大阪などはまだ雨、そして雪の報告混ざっているといった状況ですが、大阪を含めた京阪神でもこの後朝までに積雪の可能性があります。そしてこちら九州方面ですが、大分、熊本、宮崎、この県境付近、この辺りは引き続き雪の報告が多くなっていまして、朝までに積雪が増えるといった可能性があります。そしてもう少し南のエリアまで、この辺りまでですね、雪が積もるといった可能性があります。新燃岳周辺の雨に関してですが、この時間もさーっといった報告、引き続きしっかりとした雨の報告が届いています。最新の雨雲の状況を見てみますと、引き続き南西から北東に広がる雨雲、これが流れ込んでいるといったような状況です。この辺り西側、橋は見えているんですが、なかなかこれが動かないといったような状況です。南西部で、南西海上で発生しては流れ込んでいるといったような状況が続いています。この後もあと 2,3 時間、午前3時4時ぐらいまでは同じような雨降り続くということになりそうです。引き続き泥流、土石流など注意が必要です。以上、予報センターからお伝えしました。
サライブ24番組振り返りです。2月10日木曜日、2月10日は布団の日です。なんと2と10で布団の日です。ということで今日のモーニングでは気圧気分カウントダウンのコーナーで布団や枕に関係したコメントをで皆さんの気分を上げてもらうコメントを出していきました。そうですね、今日2月10日はだんだん天気は下り坂で金曜日から3連休の方が多いと思うんですけれども雪が気になるところです。ですのでその3連休の雪に向けて準備ができるように各番組で情報を提供していきました。それではまずタワーライトからご覧ください。今日もありがとうございました。2月の10日布団の日です。あとはちょっと一旦忘れたので皆さんも忘れてください。ソライブトワイライト無事に今日も終わりました。ありがとうございました。もうちょっとですねいつもより少し時間が経ったので、わかりますか、この日差しを今受けて、あ、ご苦労様です。いつもねお掃除する方と挨拶するとねすごい爽やかな声で朝からね挨拶してくださるんですよ。挨拶って素晴らしい。ということで今日も挨拶から元気に始まったトワイライトでございましたけどなんだかね冬一旦春にもうどんどん近づいていったなっていう気がしたのにまた冬がカムバックということで、まあ気圧配置も西高東低、日本海側雪となってましたね今日はね。明日からね3連休なんですけども、明日にかけてさらに雪が降るところ、また雪が降るエリアが増えるっていうのでちょっとねそこをね今日は皆さんと一緒によりいつもより追っていったかなと思います。今日の空キャンバスも3から連想するものはということで3連休のね3だったんですけどね、まあもちろん、もちろん台東か浅草生まれの私は三社祭りを書くだろうと書くんだろうとチャットでもね入れていただいたんですけど、見事私はおもろーの方の3を書いてしまいました。失礼しました。でもねこう皆さんがそれぞれ書いてくださって三社祭りっていうのもありましたのでハッとしました。さあ皆さんは3って言ったら何連想しますか。何でしょうね、他に何か出なかったのでありますかね。3歩進んで2歩下がるとか長いですねぜひ何かいいのがあったら教えてください。明日からね3連休だったり、あとね先ほどモーニングの中でかな、モーニングの振り返りをしていいんでしょうか高島さんはねちょうど大学受験高校受験かなピークを明日からさらに迎えたり今日から、っておっしゃってました。本当に受験も今まさにピークかなと思うので明日からのその雪など、心配されてる方多いんじゃないかなと思います。しっかりと明日も気をつけて一緒に追っていきながら過ごしていきましょう。よろしくお願いいたします。ただですね私明日から4日間皆さんと共にトワイライトの中で過ごす時間を、あ、まこちゃんだまこちゃん、はい、まこちゃんは今暖かそうですね。耳当てしてる、寒かったのかな、ちょっと後で聞いてみたいと思います。ということなので皆さん次回は火曜日かな、お会いしましょう。それでは皆さん素敵な夜をお過ごしください。おやすみなさい。はい、
ということで今日も無事サライブモーニング終わりました。お疲れ様でした。今日3日目ということでね、はい、はい、今週火曜日から今日は木曜日なので3日目無事に、出来はどうであれね出来はどうであれっていうことはないと思うんですけど、今日素晴らしい出来だったと思いますが、はい、でもなんかご不満がございましたでしょうか。いやでも昨日より今日より明日いいものができるように頑張りたいと思います。はい、今日まず、6時半の段階で外に行きましたけれど、その時はもうほとんど雲を、うん、隙間もほとんどなくて、はい、朝焼け見れない感じだったんですけど。そうですね、はい、怒ってましたもんね。え、空が暗い怒ってはないですけど、そういう感じ。寒いって言ってましたよね。寒い、寒かったです、すごい、ね、はい、はい、で、そうですね、朝はそういう感じだったんですけど、早朝ですね、早朝はそういう感じだったんですけど、8時の時点でもう一回行った時には少し太陽が出て気温も上がっていました、はい、雲の隙間も広がってて、あれはもう晴れと言っていいんじゃないかと宇野沢さんがおっしゃっていましたけれど、はい、という感じでした。沢田さんのリポートを受けて、はいはい、予報センターも改心して天気予報変えてきました、ね、あの放送があった多分5分か10分後に、はい、東京の天気マーク変わりました、はい、じゃあ私貢献できたということですか。多分多分きっとはい、良かったです。だったらいいなという感じがしますね、本当。はい、はい、で通勤通学1万乗りの今日のテーマは1日のメールの受信件数はということだったんですけど、私は6通から10通ぐらいで、高島さんもそれぐらいでした。6通から10通って学生にしてはどうなんですか。少ないんじゃないですかね。友達少ないんですかね。そんなことはないと思いますけど、ね、ちなみに森田さんはどれぐらいですか。携帯メールはもう1通から5通の、ね、はい、そんでもそんなもんですよね。僕も友達少ないんでめったに携帯来ないですね。だいたい携帯に来るやつは、はい、いいことないんですよ。緊急招集命令みたいな感じのメールしか来ないんで、うん、はい、深く狭くってことでいいんですか。はいということで、そんな感じで前半は攻めていきましたけれど、攻めてますね攻めてますね、いいですね、うん、はい、ということで、はい、そうだ、今日のニュースチェックありましたね、はい、が明日から少し変わることになりました。澤田さんの意見を取り入れていやいやいや、で今日のニュースチェックの中にこうそのニュースの記事になった、はい、あのリポート、はい、もその紹介していく、こう関連付けてっていうか、そのニュースの中で紹介された写真とかですね、そういったものをリポートをそれと一緒に紹介していくことになりましたので、ぜひご覧になってチェックしてください。それは私が言ったからそう変わったのよと違いますそこまではちょっと言えません。そうです、はい、まあでも変化のきっかけをね、はい、作ったのは私ですと結構だと思います。はい、ということですね。あとは何がありましたか。気圧気分カウントダウンは今日は2月10日布団の日ということで布団と関係してましたね今日は。ランキング布団と枕で、はい、攻めましたね。いいコメントで攻められたんですけど、はい、最後ね投げられちゃいましたよね。はい、枕投げですからね最後は。だったらいいんですけど、まさか投げられるとは思ってなかったですね。はい、予想外の展開がありましたが、修学旅行の時枕投げしました。しませんでしたね。しませんでした。はい、多分。なるほど、うん、そんなはしたないことはできません私と。
なんかもう障子破っちゃダメみたいなことを前もって先生に言われてたんで、先生が見回りに来るんですよ。そう、夜中とかも廊下で見張ってて、すげえ、多分そうだったんで、厳しいところの学校出たんですね。はい、森田さんしましたか？枕投げというのはそういう状況をかいくぐってなんとかすると。かいくぐってですか？夜街に出ちゃダメよと。はい、出たんですか？はいって言って、ちゃんと点呼の時間まで帰ってくれば出なかったと思いますからね。はい、ということで、じゃあ締め、はい、はい、ということで、はい、こんな感じで今日のモーニング、ソライブモーニングをお送りしましたが、明日は雪が降るエリアが増えるということで、どうなるんですかね。どうなんですかね。はい、すごい大忙しかもしれませんね。いろんなイレギュラーなことが起きるかもしれませんが、はい、あの見物だと思います。はい、今日まではね、3日間はちゃんとこう構成が決まってたんですけど、はい、多分明日ないんじゃないかと。ないですか？あっても、その通りにはならない状況になると思いますので、はい、ぜひ頑張っていただきたいなと。はい、頑張りましょう。はい、頑張ります。では皆さん、今日はありがとうございました。明日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、おやすみなさい。おやすみなさい。お疲れ様でした。今日のソライブサンシャイン、ホタナチミがお送りしました。ありがとうございます。今日はですね、まず今日は交通気象センターから振り返りをいきたいと思います。昨日はですね、私、高島さんのお名前をですね、一度正岡さんと間違えて呼んでいまして、私気づかなかったんですけれども、高島さんは気づいてました。なので今日は絶対に高島さんの名前を間違えないように、何度も何度も高島さんの名前を呼びました。今日は大丈夫でした。名前を間違えてはいけません。今日もあの携帯についてて、今朝の通勤天気のまとめは着信音でした。皆さんどんな着信音ですか？私は普通に携帯に入ってる音です。あまりこだわらない。こだわらない、あっさりしてます。はい、そんな感じでまだまだ携帯調査は続いていくので、皆さん携帯事情についての通勤天気のまとめのアンケート参加してください。ではですね、あとはそうだ、今日はですね、この携帯を使って、あのソライバーさん、一回ソライバーって言うんですけど、このソライバーの携帯、あのソラトモさん、すごくお気に入り登録皆さんしてくれるんですよ。でもこのソライバーさんがですね、ちょっとお気に入り登録追いついてないんです。皆さんに返せてないんです。だからちょっと今返していきたいと思います。まずはちょっと途中までやったんで、あ、マミさん、マミ551033、多分チャットにいると思います。もしかしたら今チャットにいるかも。じゃあ、マリカさんがコーヒータイム持ってる。わー、まこちゃんコーヒータイム。まこちゃん、まこちゃん、聞こえないか。まこちゃんがね、最近私のウェザーリポートに共感をくれるんです。近くにいるのに。言えばいい。今日も会ったのに。あ、こんな感じで、お、できたぞ、マミさんの登録。あと40人だ。あと40人登録すれば OK です。また後でやっときます。あと今日はですね、皆さんに質問したんですよ。そしたら結構皆さんから回答返ってきました。おお、33件今返ってきてる。あんなシンプルな質問だったのに。そうだ。結構あのシンプルな、3連休何しますかっていう質問だったんです。で、まあ、あの、明日からっていうか、もうこれが放送される頃は今日から11、12、13で3連休、建国記念の日
で3連休、3連休の方多いと思います。で3連休何しますかって聞いたんですよ。ハテナが打てますよ。で、この操作してくださってるスタッフさんがハテナを打てずに、なんかちょっとすごい、ちょっと文章だけ見るとそっけない。3連休何しますか。ハテナもついてない、絵文字もついてない感じです。でもね、すごくたくさん来てます。いっぱい来てる。あ、結構、あ、なんか札幌の雪まつりに、あ、シグナスさんは土曜日以外仕事なので土曜日に札幌雪まつりに行ってきます。でも土曜日以外仕事なんですね。結構仕事の方多いですよ。わあ、三連休は三連勤とか。うわ、休みじゃない。皆さんお忙しいんですね。まあ、お仕事をすることも大切ですが、休むことも大切です。頑張りすぎずに頑張ってください。はい。そんな感じですかね、今日は。あとはまあね、ウェザーリポートの紹介とか、ウェザーリポートの送り方とか、いろいろ紹介していきました。10分天気予報の仕方とか、いろいろと10分天気予報を無料でできるっていうのを知らない方もいたようなので、ぜひね、10分天気予報、ウェザーリポートをフルに皆さん活用していただければと思います。はい、ということで、今日のサンシャインもほたなつめがお送りしました。そして、金曜日のサンシャインはニューフェイスが登場します。今日11日金曜日のおさらいばサンシャイン、ちょっとまあお天気が心配ですが、皆さんぜひ見守って一緒に支えて番組をしていただけたらと思います。よろしくお願いします。私はお家にいます。では皆さん、本当ね、3連休ちょっと荒れたお天気になりそうなので、まあ交通情報など確認しつつ、そしてまた寒さも戻ってくるので体調管理にもお気をつけて、楽しい3連休お過ごしください。お仕事の方頑張ってください。では皆さん、おやすみなさい。あ、そうだそうだ、この登録しないと。じゃあ私これやっとくんで、皆さんは、あ、さよなら。帰っちゃうんですか。さよなら。じゃあ私まこちゃんと遊んどきます。まこちゃん、返事が返ってこない。お疲れ様でした。今日はソライブコーヒータイムお送りしていきました。コーヒータイムが終わった後にちょっと外に出てるんですけれども外に出てるんですけれども、そんなこれ着てる分にはそんな寒くないんですけどね。本当にこれからこの幕張関東南部も雪降るのかなっていうところですけどね。どうですか、空見て。そんな気します？しない。するするということです。まあ、空がですね、割と高いんですよ、まだ。でも明らかに午前中よりは雲広がってきましたね。うん、まあ、そんなコーヒータイムは今日3連休に注目して皆さんと追いました。空友テレフォン番組始まった時に地震が来ちゃいましたね。ブループライムさん、途中でしたが私最後の挨拶もできなくてごめんなさいね。ぜひまた電話一緒にさせていただければなと思いますので、ブループライムさん、その時はよろしくお願いします。うん、東北の地震の方は気をつけてください。あと3連休荒れた天気に太平洋側も日本海側もなりそうですけど、皆さんお出かけの予定がある方はしっかりと
しっかりと交通情報を確認してお出かけください。私も3連休中はそうですね、明日コーヒータイムですから、うん、また一緒に皆さんと終えたらなと思います。今ね本当に寒くないです。こっちは雲が広がってきたのにそんなにひんやりしないんですけど、どうなることやら。このミッドナイトの時間は降ってるのかな、うん、明日のコーヒータイムでまた状況見ないとですね。では3時間ありがとうございました。あったかくしておやすみなさい。お疲れ様です。ストライブサンセット担当しました小野由美です。今日はですね4日目サンセット担当させていただくことになって4日目になったんですが、昨日以上に今日ということで、いつも以上に皆さんと天気を終えたんじゃないかなっていう番組になりました。もちろんこの3連休前ということもあってお天気気にされている方は多い。しかも関東とか東海、近畿、都市部での雪ということもあったので、ちょっとこちらはちゃんとお送りしなきゃサンセットじゃないと思って、皆さんと連携して3時間お送りできました。まだちなみに今の時間も関東はですね全然雪も降っておらず、夜景がとても綺麗に見える時間なんですが、この後深夜から明日にかけては一回雪が降って、そして明日明後日にかけてはまた雪ということで、私もその箱根の温泉旅行が流れてしまったぐらいの影響が出ております。そしてそれはね、個人的なちょっとなショックだなっていうのあるんですけれども、これから皆さんやはり安全に本当に怪我や事故のないように過ごしてほしいんですね。楽しめなかったとかそういうこともあると思うんですけれども、やはり事故がなく、そして怪我もなく3連休過ごしていただければいいと思うんです。お家の中で楽しむこととかたくさんありますしね、絶対むやみに運転とか慣れない道、雪道とか凍った道走行しないようにしてください。あとは、3連休のお天気プラス今後の雪ということで、本当にお天気お天気した空弓空弓した、そんな3時間でした。そんな中でも皆さんのチャットとの会話で今日もたくさん和ませていただきましたし、私がうわお天気カメの南雲気持ち悪って言ったら森口さんには気持ち悪いって言わないでくださいすごくいいサインを示してるんで気持ち悪いって言わないでくださいっていうふうに言われましたでもスタッフさんによると、その気持ち悪いとかいつもと違って変っていう感覚も大事なんだそうですので、ぜひ皆さんの、こう思ったっていう正直な表現をぜひリポートでもしてみてくださいね。人に向かって言っちゃいけないことですけれども空に向かって言うことはね、雲とか形に向かって言うことは決して悪口じゃないと思いますので大丈夫だと思います。あとはね、皆さんと楽しかったのはやはり空の読み方と、あと雲何見える、2つとも、空キャンバスでやるコーナーなんですが、もう筆を休ませずに皆さんをずっと検証にさせるんじゃないかってぐらいずっと書かせていたんですけれども、それはこの流れ的に今後どうなるかまだね改良していかなきゃなとは思いますが、皆さんとても今日も楽しんでいただいて、真面目なコーナーの空の読み方の後に、この雲何に見えるでちょっと和やかにできた、そんな時間でしたね。いやでも今日たくさん雲見たな、南も見たし、なんかレンズ雲みたいのも出たし、ね、そんな雲、いろんな雲を見て私も勉強になってます。じゃあ明日は雪雲かな、追っていくのは何雲なのかなっていうのもぜひ気にして、この後のソライブも引き続き楽しんでください。じゃあ明日はウェザーニュースの情報をしっかり入手してセーフティーに安全性をしっかり持って明日はお過ごしください。それでは
看板とともに。おやすみなさい。斜め？斜めじゃあもう一度おやすみなさい。ソライブイブニング、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日のソライブイブニングはですね、3連休を明日からに控えてやっぱり天気が気になるということで、天気とそれから交通機関への影響、こちらを中心にお届けしました。ソラボタンで3連休どのようにして過ごされますかということを聞いたんですけれども、まあ、近くにお出かけ、旅行、家でのんびり、そして仕事、この4つで聞いてみたんですけれども、一番多かったのが家でのんびり、もう1000人近い方が参加してくださいました。そしてですね、その次に多かったのが大体まあ似たような数字になったんですけど、仕事と近くにお出かけ、その次に、まあ旅行ということになったんですけれども、いずれにしてもやっぱり天気が気になりますよね。で、あのソラチャットなんかでもありましたけれども、天気が悪いので家でのんびりしたいという方もいらっしゃったし、それから旅行に行ったり仕事、それから近くにお出かけの方は雪が降るのか積もるのか、こういったところが非常に気になるという、そんな2時間でした。で、あの関東もですね、しっかりと積雪してくるんじゃないかというところも予報センターから伝えてもらいました。まあ、今夜から雪の降るところはあるんですけども、まあ、今夜の場合はそれほど積もらないだろう、積もってくるのは明日の夕方以降という見解でしたよね。で、車を運転される方、3連休ですから車でお出かけの方多いと思いますけれども、交通気象センターからは雪が降るエリアはもう絶対にノーマルタイヤでお出かけしないようにという、そういうメッセージ、できれば公共の交通機関を使ってくださいという、そんなメッセージでしたよね。そしてあの飛行機、3連休ということで飛行機を使ってお出かけになる方もいらっしゃるかと思いますけれども、羽田結構影響が大きくなりそうです。最新の情報をチェックしていただければなと思いますけれども、やはりですね、明日は少し遅延レベル、そして12日の土曜日が飛行機の場合は特に羽田ですけれども大きな影響が出るということでしたね。はい、ちょっとですね、あれ飛行機で移動しようかなと思っていたのにという方は、携帯サイトの方からぜひ最新の情報をチェックしていただければなというふうに思います。はい、まあ、これからですね、まあ、雪が降るという、どれだけ降るのか積もるのか、もちろんブレ幅がありますので、皆さんと一緒に追っていければなというふうに思います。今日もソライブイブニング、お疲れ様でした。ここからはソライブムーン振り返っていきます。近いですね、今日。近くないですかね。近くないですか。今日のソライブムーン一番最初のところでものすごいドアップになってしまって、まず今日ソライブムーンのこの一番最初の反省点、ここですね。ものすごいアップになりました。びっくりしちゃいました。なのでこの振り返りもアップからスタートしていきます。やけに近いです。あ、まあ外近いんですけど、そろそろいいですかね、このアップね。ちょっと戻していきましょう。ちょっと私もなんか苦しくなってきました。これくらいで、ちょっとね遅い時間なので目覚めちゃいますね、皆さんね。これくらいにしましょうか。今日、まあ、振り返っていくと、まあ、今日はやっぱりですね、3連休を前にして雪を心配されている方も
多いので、やっぱりその現在の状況から、そして週末にかけてのお天気を中心にお届けしていきましたね。で、まあそんな中、今日は地震も発生しました。とこちら地震がですね、まあ、東北地方ですね、震度4の地震。震度4っていうと結構揺れたなっていう感覚はありますよね。皆さんからですね、チャットも相当動きまして、チャットの報告だったりとかウェザーリポートも本当にたくさんいただきました。まあね、被害などはありませんよといった、そういった情報もたくさん届いていたので、ちょっとね一安心できたんですが、やっぱりこういう時の皆さんのリポートっていうのは本当に心強いですね。壁にこう飾ってある飾りがちょっと揺れていますっていう報告などはありましたが、まあ、そういった何か物が落ちたとか、そういった被害はありませんっていう、そういったリポートも多く寄せられていました。やっぱりこういう時っていうのはね、皆さんと力を合わせていきたいなと思いますので、ぜひね皆さんもこういった状況になったら、まあ、もちろん安全を確保した上で、もしね余裕があったらリポートで教えていただければと思います。まあ、そんなね皆さんと力を合わせてこの地震の情報をお伝えしていきました。まあ、その関係でですね、番組の構成結構ねいくつか変わって、まあ夜干し、全国洗濯夜干しマップのコーナーとか、あとはおかえりメールの第2弾が、まあ省略させていただいたんですが、このソライブ24、まあ、このソライブ24はどの番組もですね、こうやって最新の情報が入り次第この番組の構成など変更していくことがありますので、今後もですね、まあ、この最新の情報はソライブで確認してください。そんな地震もね発生したということなんですが、あとやっぱり、まあ、この週末の天気注目していきました。じっくり週末予報、この週末3連休に注目して、まあ、21時半過ぎ頃からお届けしていきました。やっぱりね皆さんお出かけする方結構いらっしゃいますからね。まあ、空ボタンをやった結果では結構お仕事っていう答えも結構目立ちました。私も3連休何しようかなって思ったら、私も仕事のボタンに押したんですが私もだと思ってなんかあんまりなんか、ね、忘れちゃいますってね、3連休3連休って言ってると3連休なんか取っちゃうような気がしちゃいますよ。なぜか3連休ないのに誰よりも3連休って言葉を発してますから、私なんかそんな感覚になってたんですが、私も黄色の仕事のボタンを押しました。空ボタンは、まあでもやっぱりね、お休みの方がどちらかっていうとお家の中で過ごすこともできるので、まだねいいんじゃないかなって思うんですが、まあでもお仕事だと雪が降ったからといって行かないわけにいかないですからね。雪が降ってもお仕事に向かわなければいけない方もたくさんいると思いますので、この雪の状況、あとは交通の状況などもお伝えしていきました。まあ、今後もですね、まあ、明日、まあ、日付変わっても今日ですが、ソライブムーンでもですね、きっと雪の状況を中心にお伝えしていくことになると思いますので、今後もですねこのソライブ、あとは携帯サイト、ウェブサイトでぜひ雪の状況をしっかりと確認しながら、この3連休も楽しんでいきましょう。ということで今日のソライブムーン振り返っていきました。ではですね、最後はアップで終わりたいと思います。それでは本当は恥ずかしいんですよ